こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は最強の腹筋トレーニング、クランチとシットアップについて解説します。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。自重トレーニングの腹筋、代表的なクランチとシットアップ、この、2つの方法、また使い分け、それぞれですね、解説していきたいと思います。腹筋っていうのはですね、股腹直筋、胸骨、みぞおちのところぐらいから恥骨につながっている筋肉です。自重でですね、鍛える代表的な種目っていうと、このクランチとシットアップなんですけれども、この違い、微妙にやっぱり違う部分があります。で、このちょっと使い分けと、最後にですね、この2つを組み合わせた、トレーニング方法等もご紹介できればなと思いますので、よろしくお願いします。早速ですね、クランチから行っていきたいと思います。まず、動作はですね、膝を立てた状態で床に仰向けになっていただきます。マットなどがあればマットを敷いていただいて、床に仰向けになる状態ですね。で、ここから溝落ちの部分をおへその下ぐらいに近づけていく、こう体を丸めるようにして、起き上がります。このような形で、で、背中が浮くところまで起き上がったら、ゆっくりと元に戻すと。もう一回いきます。手はですね、胸の前でクロスするような形を取っていただいて、このまま息を吐きながら体を丸めて、ゆっくりと下ろします。もう一度いきます。ゆっくりと下ろすと、これが一般的に言われるクランチという動きです。クランチのメリットはですね、この腹直筋と言われる腹筋だけを鍛えることができると。クランチのデメリットといえば、可動域に限りがあります。ですので、負荷や強度が限られてくるっていうところが、クランチのデメリットかなと思います。で、クランチの注意点なんですけれども、まずは骨盤を少しね、後傾気味にする必要があるんですけれども、この状態で、なかなか腹筋が苦手な方、反り腰であったり腹筋をうまく普段から使うことができない方は、このような椅子でですね、足をちょっとこういうふうに持ち上げていただく、90度ぐらいに設定していただいて置いていただくと、少し骨盤がですね、後傾気味になるので、腹筋をより意識しやすくなります。で、ある程度腹筋がある方は、この状態を自分の足で固定していただくことで、この状態で腹筋の下腹部にも力が入りますので、これキープするだけでも結構腹筋は使います。で、この状態から体を丸めていくというような形で繰り返していただくと、より強い刺激が感じられます。で、さらにまだ余裕があるという方は、少しですね、お尻の方も持ち上げるような動きを入れていただきながら、両方からグッとアプローチすると、より腹筋に強い刺激を入れることができます。以上がクランチという動きになるんですけれども、注意点としては、腰がですね、やっぱり反らないっていうことが一番の注意点なので、上げるときに骨盤がですね、前傾という形で、腰が一回一回こう反らないようにだけ、注意していただければなと思います。では次にシットアップの解説になります。途中まではクランチの動作と同じなんですけれども、まずですね、このままお腹を丸めてきます。で、シットアップはここからさらにグッと起き上がるところまでですね、もう一度いきます。クランチ動作でグッと腹筋を収縮したら、さらにここからグッと持ち上がってくるという動作が、シットアップになります。このシットアップの、メリットとしては、先ほどのクランチに比べてですね、この腰から体を持ち上げてくるっていう動きが入るので、腹筋の下腹部から、腸腰筋や足の筋肉っていうのも同時に
使うことができるという意味で、強い負荷で腹筋をトレーニングすることができます。ただデメリットとしては、負荷がですね、こう分散するので、本来鍛えたい腹筋があまり鍛えられず、足を使ってこう引っ張り上げるとかっていうような形で行えるので、腹筋が苦手な方が行うと腰痛の原因になったりするので、そういった点はデメリットかなというふうに思います。シットアップの注意点なんですけれども、起き上がってきた時にグッと起き上がって、起き上がりすぎてしまうと、ここで一回腹筋に対しての負荷が抜けてしまうので、できるだけ体を丸めてきて、起き上がったら腹筋に力が入っている状態で止めます。ただ腰は浮いている状態です。でゆっくり戻していくと、起き上がって腹筋に負荷が入っている、力が入っている状態で止めます。ここまで来ると腹筋に力が抜けるので、起き上がりすぎないように注意するというところ。あとはクランチも同様なんですけれども、手の位置が前にある状態、重心の位置が前にある状態だと起き上がりやすくなります。また胸の前、頭の後ろにこう重心が来ると負荷が強まるので、腹筋に対して刺激を変えることができます。このクランチとシットアップを組み合わせていく場合ですね、まずこのクランチっていう動作をできるようになるっていうのが大前提になるので、体をまず丸めていただくと、でこの動作で腹筋をしっかりと使えることができれば、ここからシットアップに挑戦します。体を丸めて、少し太ももを持ちながら自分の体を起こしてみます。自分の体を起こしてみて繰り返していただく。この動作もできるようになれば、手を外して腹筋、起き上がる。で、次に胸の前で起き上がってくる。で、最後は手を頭の後ろで組んで起き上がると。いうふうに、強度を変えていただければ、クランチからシットアップで腹筋に対して刺激を変えることができます。逆も言えまして、普段私トレーニングするときっていうのは、シットアップですね。こういうふうにシットアップを繰り返していきます。で、上がらなくなってきたら、手で自分を上げていきます。でこれも、きつくなってきたら、最後は起き上がらずに、クランチ、腹筋だけですね、グッと持ち上げる動きを繰り返して、腹筋を追い込んでいくというトレーニングも行えるので、このクランチ、シットアップっていうのを、うまく組み合わせていただければと思います。ということで、今日は最強の腹筋トレーニングのクランチとシットアップについて解説させていただきました。自重のですね、腹筋のトレーニングですので、回数に関しては、その方に合わせて限界近くまで、できる回数、20回ぐらいを目安に最初は頑張っていただければなと思います。このクランチとシットアップ、よく似てる動作なんですけれども、細かく考えるとそれぞれ鍛えてる部位っていうのも違います。ですので、反り腰気味の方であったり、腹筋が苦手だなっていう方がシットアップをしてしまうと、逆にかえって腹筋じゃなくて腰を痛めてしまったりとか、そういった原因にもなりますので、クランチからシットアップに今回の動画を参考にしていただいて、腹筋のトレーニングを行っていただければと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。Bレジェンドの公式 LINE では得な情報を配信しております。またBレジェンドの公式サイトでもセールのご案内や新商品の情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。